に乗ってパリのハンコチも出してきた。その名もバスドロノーム。ご飯はこちら北欧風サーモンマリネ。エッフェル塔のふもとまで迫力すごくない？パノラマビュー。サンデー。私黄昏ております。タラのグリーンハーブ包み、アレクサンドル三世橋。お酒が進みます。乾杯。続いてコンコルド広場。牛フィレ肉と季節の野菜、アイスヌガーと赤いフリズル。巨大バスがこの狭いトンネルを抜けるとモナリザがあるルーブル美術館。セーヌ川を渡りながら飲むアイスコーヒー最高。出発地のトライアンフォアーチ。ついけど楽しかった。